エズブンツは、ウブンツファミリーの一員のリナックスディストリビューション。学校の教室、家庭やコミュニティでの使用に向けて設計されている。エズブンツは、複数の国の教師と教育学者によって共同して、開発された。エズブンツは、ウブンツをベースとして構築され、LTSP 新クライアントアーキテクチャや、教育に関連したアプリケーションを取り込み、 6から18歳の年代を対象としている。エズブンツには、Linux Terminal Server Project や、g コンラ o n i e KDE Dutainment Suite, School Tool c などを含む、多数の教育用アプリケーションが含まれている。エズブンツの最初のリリースは2005年10月13日に、リリースされた、Ubuntu 5.10と同時期であった。エズブンツのオリジナル CD は、 エズブンツマーケットを介して注文できる。かつてはエズブンツ KDE として KDE 版も存在した。エズブンツ7.04エズブンツの一番の目標は技術的知識やスキルが乏しい教育者がコンピュータルームやオンラインの学習環境を1時間以下で構築しその環境をうまく管理できるようにすることである。エズブンツの設計目標は構成、ユーザーやプロセスを 教室の環境の中で共同作業によって中央管理することである。同じくらい重要なこととしてフリーのソフトウェアとデジタル教材を可能な限り集めることがある。また、性能の低い入手可能な機器を最大限利用できるようにすることも目指している。大阪文野氏市が私立小中学校全20校の職員室欄に中古パソコン500台を利用した。 新クライアントシステムを導入することを発表した。http://www.edubuntu.org スラッシュニューススラッシュ1 4 0 4 r e l e s e エズブンツマーケットプレイスハットエズブンツ KDE 情報システムサポーター企業を募集、見直し、ありがとうございます。